はい、レオンチャンネルです。5月22日からマクドナルドで01のハッピーセット始まりましたので、早速買ってきました。今回もブラインドになってて、何が入ってるかはお楽しみなんですけど、全6種類で6個朝からハッピーセット買ってきましたので、パンケーキとか、マフィンとかにして。店員さんが優しければ6つのアイテムが一気に手に入ると思います。どうかなで、今回のハッピーセット、 とは秘伝ゼロワンドライバーシャボン玉。さらにゼロワン水鉄砲を。とびやがライズプロペランチャーゼロワンフライングファルコンディスク。バルカンバルキリララケットボールゼロワンターゲットボール。とびやがライズいいっすね。じゃあささっと開けていきましょう。おまずはすげえ。まずはフライングファルコンだ。すげえ。普通にブーメランだ。 結クオリティ高めな。あ、で、フライングファルコンに、フォームチェンジするわけね。わあわあこれ、あれだな。外で遊ぶやつだな。っていう風に書いてある。結構ね、いきなりいいよ、あれ。全然チープさがない。で、ちょっとなんか丸い。これはん水鉄砲おお水鉄砲 <laughs> これは、今までのライダー系のアイテムの中でも、なかった感じ。ベルトのここから、 水が出る感じそういうことすごいね。なんか100均とかでもなかなかなさそうな感じ。で、あ、なんかでもちょっとこれも柔らかい感じがするぞ。あ、でも違うおーは <laughs> はい、バルカン・バルキリーのエイムズチームのラケットが入ってて、さらに、 これはあれじゃないゼアとかアークの光る発光部分の造形が入ってるやつですね。これが。ってかなかなか豪華じゃないおーあ、シールとかないんだもうシールバンバン貼る気でたけど、これが、あ、すげーあ、すげーシャボン玉だったっけえ、どういうことキーにシャボン玉液をたっぷりつけて、あ、シャボン玉液。キーの先端をゆっくり拭いて、 どこどこくってあここだここだここここでベルトにセットすることもできるんだえすごくないこれはやっぱ店員さんいい感じに6種類入れてくれたっぽいおっと出た出た飛び上がらずえ今回の01のおもちゃなんか見たことないやつばっかですごい新鮮味がある。 要はあの、ダンシングなんちゃらみたいな、そういうやつじゃなくて。で、紐で引っ張るやつだ。おで、最後はあれかじゃあ、あの、ブロックなんか壊すやつ。ということで、おマックの店員さん、ありがとうございます。ばらけさせてくれた、選べなかったとはいえ。はい、これで全部、おしかもこれ何滅亡人類じゃん。で、こう、乗せて、あ、乗せてっていうか、軽くはめる感じなんだ。 で、ボールで、あ、ボール01カラーになってる、ボールでボーンと。あ、今回のね、めっちゃいいっすよ、どれも。じゃあ、まず水使う系からいこうかな。これが水鉄砲仮面ライダー01で、半透明な01が、ドライバーに手を添えてて、ここ、どこに射出口がある多分、この辺から。 出ると思います。顔だけネオンカラーと赤色で塗装されてますね。で、ここね、こうやって軟質になってるので、あどっかからね、空気が漏れてる。軟質になってるので、ここ一回絞めてから、水の中に入れて、そして、離すと。そうすると、あなんか、助けてみたいな感じになってますけど、これで、おおだもう一気に吸った 一気に吸って、ああ、もう半分ぐらい水が入りましたので、え、あ、どうすればいい水濡れが飛ばないように。いきます射出ああ、わかんないわ <laughs> かほぼわかんないあああ、わかったこれベルトじゃない手だ手の部分から、ほら、こうやって、出てくる感じ。<laughs> 思ったよりなんか出方が、牛さんの、 牛さんの牛乳感あるな。ほーら、こういう風に。なるほど、先端から。いまだかつてないハッピーセットの動画になってますけど、この辺に、あ、ここだ。ポっちがあって、こっから射出される感じ。ベルトのフロントかと思いきや、違った。じゃあ次行こう。で、さらに、 シャボン玉をね、やりたかったんですよね。シャボン玉液なかったので作りました。ぬるま湯と砂糖と洗剤があれば作れますから。まずこれがシャボン玉秘伝01ドライバーですね。かなりしっかり作ってあって、しかもハッピーセットでありがちなシールがないって言うて、ここクリアパーツだし、ライジングホッパーの絵柄自体は、 プログラスキーを外しても特に変わりませんが後ろにクリップもあっていやこれおまけとしてもらえるんだったらめちゃくちゃいいんだけどでこっちはあくまでベルト本体で中こうなっててプログラスキー展開状態あ展開状態でもちゃんと入るんだただ絵柄は位置合わないっすねでこのプログラスキー側も最初からシール貼ってあってめっちゃいい すごいんだけど、こんなの普通に500円ぐらいしそうな、ハッピーセットって1個500円とかですから、朝ごはん食べたら超いいおまけがついてきたって感じですね。で、シャボン玉はこちら側が本体で、ここにシャボン玉液をつけて、で、ふーってやればいいかな。いきまーす。ああ <laughs> できないあれさっきこれだと出てきたんだけどな。 ほら。ほら、これだとできるんだけど、これだとプログラズキーだと、できない。すいません。<laughs> シャボン玉液が別で必要だな。まあ、こんな感じでちょっとね、シャボン玉ができてますけど、ここのギザギザの部分からシャボン玉を発射することができます。でも、普通にプログラズキーとしても遊べるから、 お風呂場でガンガン行っちゃっていいやつかな。これは有能アイテム。ていうかほんとベルトのこのクオリティ最高にいいな。じゃあ次はフワさんとユアで仲良しバドミントンみたいだ。これいこう。もうほんとにシンプルにプラスチックのボードになってて、ちゃんとね、一部塗装もあってバルカンバルキリーになってますから、これで、あれじゃないエイムズの休日みたいな。 これで,あでも結構なか硬いねボールがボールが割と硬いから、まあ、こうやって跳ねない <laughs> あんまり跳ねないこういうように卓上バドミントンみたいな卓球みたいな。 そんな感じで遊ぶことが <laughs> できます。いいんじゃないエイムズの休憩時間みたいな、そういう感じ。で、これに関してはもうほんとシンプルにブーメランになってて、で、フロント部分の絵柄がこうやって、ライジングホッパーからフライングファルコンに、これいいっすね。フォームチェンジ。で、ちゃんとフライングファルコン風のブレードになってて、で、このようにブーメラン的な感じで、フリスビーか。 遊ぶことができます。まあ、室内で遊ぶ感じのアイテムではありませんね。でもこの辺のね、さっきのね、ボードに比べるとすごいしっかりしてる。で、僕が気になったのはこれ、飛び上がライズ。これが01のさ、アンダースーツ風になってんのよ、これ。めっちゃ作り細かくないで、ここが01のアーマーになってて、引っ張ると顔ね、平面で引っ張りやすいんだけど、 引っ張ると中のパーツが回転しますから、ライジングホッパーカラーのこのパーツを押し込んで、トビアがるライズわ <laughs> あまあまあ飛び上がった。いきます。もう一回。トビアがるライズほらすごくないこれでも割と室内でも優しく遊べるかも。おおで、案外、これ飛んだ後、 あれだね。床を、まあ、ここ机だけど、机の上を這うような感じで動く。コマみたいな。おおなるほど。意外と優しく飛ぶ感じですね。よくできてる <laughs> これはよくできてる。当たり枠だな。これとかこれ当たり枠だな。これより遊びやすいもんね。で、もう最後だ。01ターゲットボール。ジンと滅び風の色で、 これは特に誰の色でもありませんが、50、100、10と書いてあって、造形自体は全部共通で、後ろがこんな風な形になってて、ここの出っ張ってるところを上からこう重ねることで、ターゲットを、こうやって、スタッキングいけるんですよ。なので、これで、向こうの方に置いて、あ、おっち,ちゃった。これを、テイッ この距離感でテイで今で100と10点で110点ゲットみたいな感じだったりこれ一個一個でもこのように自立しますからこれで100点狙ってドーンみたいなそういうこともできます。滅亡人来試練 <laughs> てかこの黄色いボールを使っってなかったこれでドーンとこれはかなりスタッキングしておいてもパワフルに倒すことができますね強すぎるこのボールは今回ねいいやつばっかだよこの水鉄砲もシンプルながら楽しいし、まあ、大当たり枠はこれとこれだな飛び上がらいずとシャボン玉変身ベルト2つのモードで遊ぶことができますから、まあ、単体でパッと遊べるのは これいいっすね。フリスビーも意外と外で遊んだらちゃんと楽しいのかな。あとこういうターゲット遊びとかね、割と僕好きなので、これも、まあ、今回の付属のボール以外でも、なんかそれっぽいのをピョンと投げて、的当て遊びみたいな、そういう感じなのもありですね。ただこの的がちゃんと滅亡人来の各アーマーになってるのが素晴らしいと思います。 ということで、5月22日からマクドナルドで01コラボ始まっておりますし、今年はかなりおもちゃの出来がいいので、相当おすすめですね。ただ、おもちゃ選べませんから、ランダムで受け取るしかないんですけど、僕みたいに無敵に買えばこのようにコンプする可能性もありますね。公式サイトのリンクは下に貼っておきますけど、土日に買うと特別なステッカーももらえるはずですから、その情報も下記か,からご確認ください。以上、マクドナルド仮面ライダー01ハッピーセットの紹介でした。